はい、どうもこんばんは、やすにです。皆様、スマートフォンだったりとかタブレットだったりとか、そういうものを一つは必ず持ってるとは思うんですけれども、スマホで映画を見たりだったりとか、タブレットで映画を見たり動画を見たり、そういうことってあると思うんですよ。そんな時に皆様はどういう風な感じでスマートフォンやタブレットを立たして見てますでしょうか。いろいろね、やり方あると思うんですよ。ただ単純に壁にもたれかけさすっていうのもあるだし、ケース自体がそもそもね、なんかちょっと立たせる雰囲気みたいなやつあるじゃないですか。あのパカパカのやつとかさ、そういう感じのやつ持ってる方もいるし、僕とか結構やってたのはバンカーリングがついてるから、それでね、若干角度を持たせながら少し立たせるとか、そういうやり方があったんですよ。それとかスマホ挟むさ、バネみたいなやつに三脚つけて、うまいこと角度つけて縦にしたりとか横にしたりとか、自由にできるよっていう風に作ったりとか、まあ、そういう風な感じでしてたんですけれども、なんかね、スタイリッシュじゃないんですよね。そこで今回はですね、エニープロさんからスマートフォン、タブレット用のスタンドをですね、ご提供いただきましたので、そちらの方開封&レビューをしていきたいなと思います。では早速開けていきましょう。こちらがエニープロさんから届いたスマートフォン、タブレットのスタンドになります。箱はね、こんな感じ、すごいシンプルですね。スマートフォンスタンド、スペックがね、こちらの方に書いてますけれども、アルミニウムで作ってて、シリコンの滑り止めのマットがついてますと。カラーはシルバーで、重さが 170g、 台の直径は 90mm で、台座の厚さが 4mm、 高さが 110mm ですね。じゃあ開けていきましょう。やっぱね、こういうガジェット系ってね、楽しいよね。好きなんですよ、そういうのが。マニュアルが入っております。で、本体が、よいしょ、こいつですね。あとなんかここにもレビュー書いてくださいっていうね、カードが入ってます。じゃあこのね、ファサファサを取って開けていきましょうか。なんかね、重さがなんかいい感じの重さ。じゃあ開けましょうかね、せーの。おー、あー、なるほど、これはね、すごいしっかりしてる。こういう感じですね。デザインはこんな感じで、あー、すごいしっかりしてる。ここもちゃんとね、ゴムでしっかり止まるようになってるし、置き方としてはこういうことだよね。こういう風に置けるってことだよね。あ、いいね、これ。上から見た感じこんな感じです。横から見るとこういう感じで、これもね、ここ自体ね、角度を変えられるんですけど、ここちゃんとね、しっかりしてて結構固めなんですよ。なのでここにね、タブレットとか置いててもグイーッとはならない。いいじゃん、いいじゃん。で、しかもさ、アルミのボディっていうのがすごいしっくりきてて、なんかいいんですよね。すごいスタイリッシュじゃないですか。こういう感じでね、乗るわけですよ。あー、これすごいいいね。でね、ここの下のさ、シリコンがすごいいい役割をしてて、ほんと滑らない。で、しかもね、これすごいのが、普通さ、こういう風に置いてしまったら、こう充電するときさ、ケーブルがこうビロンってなってさ、ちょっとスタイリッシュじゃないじゃないですか。ただこれがですね、この裏から通しますよ。通して、しかもここは変わります。ケーブルをね、こうやってちゃんと挟むところがある。キュッとこう挟めばちゃんと動くんだけど取れないっていうね。ちゃんとしっかり固定されてくれてる。これいいじゃないですか。で、ちなみにスマートフォンじゃなくてもいけるよっていうところをちょっと見せておくとですね、まあ僕が持ってるタブレットなんですけれども、こんにちは。こういう風にね、置いたとしても全くこうやってね、グニャーっともならないし、角度も綺麗に調節ができる。これすごいですよね。まあ、横にした時はさすがに充電っていうのはちょっと伸ばしてこう横からね、こさしてあげるっていうぐらいしかできないけど、すごいいいと思う。で、僕 MacBook Pro の15インチ使ってるんですけれども、それの隣に置いてデュアルモニターっていうのもできるよね。もちろんね、多分大きいモニターの iPad とかの方が 12.9 インチとかってあるじゃないですか。あれとかの方が多分しっくりはくると思うんだけど、全然これでもね、いけるんじゃないかなっていう感じはします。ただね、まあ高さっていうのは正直こういう高さだよね。こういう高さは調節できないからちょっとなんともっていうところなんだけど、例えば iPad で動画を見たい、映画を見たいって時に、なんかさ、こう立てらかしてたらこう滑って倒れたりとかってすることあるじゃないですか。それが全くないって、ね、そういうことですよ。これにつけておけばもうしっかりと固定されて、角度もちゃんと決まってくれるっていうね、そこはすごいいいとこだなと思いました。こんな感じですよ、デザイン的にはね。裏もちゃんとゴムになってて、ここのね、シリコンがやっぱりね、丈夫。
でね、これうっかりなのか計算されてたのか分かんないんだけど、スマホってさ、動画とか見てたりとか充電器差しっぱなしだったら裏面がちょっと熱くなるじゃないですか。これね、ここにねちょっとゴムがあって出っ張り、まあ、メーカーのロゴが書いてるんだけど、この出っ張りのおかげで少しね隙間が空くのよ。こんぐらい、これがね熱をうまいこと冷ましてくれるんじゃないのかなっていうのもあるし、どうなんだろうね。でもこれちょっと気に入った。これいいよね。なんかスタンド自体がかっこいいっていうのと、なんつうのかな、なんかかっこいい。しかもね、Amazon で結構安いんですよ。これね、1780円。よくない？1780円で iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、もう何でもいけちゃうよっていうこのスタンドが、そんな安い価格で手に入るんですよ。結構ね、タブレット持ってる方でうまいこと角度がこううまいことできないみたいな人って結構いると思うんですよ。僕もねその一人。ちなみにこの iPad はケースつけて使ってるんだけど、実はねケースがこのケースなのよ。わかる？このケースで、これね角度はついていいんだけど、ある角度いくとバタッと倒れたりとかするのよね。そういうのを考えれば、このスタンドがあれば角度を自由に決められる。ギューッとこういう風にできる。これはすごいなんか使いやすくていいなと思いました。コスパ的にもすごいいいし、おすすめなタブレットやスマートフォンのスタンドかなと思いましたので、一応こちらの商品の URL 下の説明文に貼り付けておきますので、気になる方は見てみてください。ということでですね、先ほども言った通り、スマートフォン、タブレット持ってる方で角度の調整をうまいことしたいなって思ってる方、これはすごいいいもんだと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。いや、でもこれほんといいと思うわ。使いやすい、すごいスタイリッシュでいいよ。うん、好き好き。これマジで多分ずっと使うと思います。この角度調整がすごいしっかりしてるんだよね。